はい、やってまいりました、野尻湖。ゴールデンウィークの前の野尻湖、だいぶ水は濁ってますけど、アマゾンにはまだなってませんね。スロープがこんな感じです。下ろしやすい水量です。ちょっと今日はね、試合前のプラってことで、ちょっと状態を見たいと思います。頑張りましょう。水温は水温が今18度です。風強いね。うわあ、俺のことか。爆風や、完全に。相当バクってますわ、これは。濁りはそんなにないんですけど、思った以上に。ちょっととりあえず風も強いんで、最近上流しか行ってなかったんで、今日はちょっと下流行きをチェックしに行きたいと思います。だいぶ50センチぐらいは上がったな、水位も。うわ、すごい、めっちゃ晴れてきました。めっちゃ綺麗や。
下流で19度ですね。100円でしょ。600円とか最高だよ。今のやつ高くなりすぎてるもん。消耗品なのにね。この前今買った絶対したワームなんて5本入りで2500円やん、ね、ワームで。うん、あのなんプラストマなんとか素材っていう、なんそれ、あの半永久的に使える、めちゃくちゃ伸びるやつ。昔のあのメガバスのバイオスみたいな、そんな感じ。いいじゃん。